台風から離れている西日本は今日も日差しが照りつけ厳しい暑さが続いています。熱中症に要警戒です。ではまずは高知県土佐市よりいただいたリポートを見ていきましょう。すっきり気持ちいい青空が広がりました。太陽さん元気いっぱいに活躍中、気温はぐんぐん上がり暑くなりましたといただきました。快晴の空が広がり日差しが照りつけております。気温もぐんぐん上昇中ですね。じりじり暑いという体感の報告いただきました。ひまわりも夏らしいですね。さあでは西日本の12時30分現在のお天気見ていきましょう。特に台風から距離がある九州や中四国エリア、影はっきりの報告がほとんどで日差しが照りつけていることが確認できます。近畿も雲が多めながら日差しが届いているところが多いですね。今日の最高気温ランキングを見ていきましょう。山口県の山口市で12時9分に 36.4 度観測しました。大分の日田や高知県高知市でも35度を超える猛暑となっております。では西日本のアイコンも見ていきましょう。西日本エリア、九州中四国は特にこの後も日差しが照りつけ厳しい暑さ、危険な暑さが続きます。35度以上の猛暑日にすでになっているところもあり、体に応える暑さです。また昼間に限らず夜も気温が高めで万全な熱中症対策が必要です。西日本の暑さについてお伝えしていきました。この後も体調を崩さないようお気をつけください。